両立寺とは、石川県金沢市にある日蓮宗の寺院。三号は、聖、久山。九本山は、京都立本寺。塩寺方園。加賀藩第三代藩主、前田利常が創建した。複雑な建築構造と外敵を欺く仕掛けから、忍者寺とも呼ばれる。忍者寺は、本寺院の登録商標である。天正十三年、藩祖、前田利家が、 金沢城に入城すると、政治の理念を、日蓮宗、法華行の中道精神に求め、藩を守護する、祈願書を建立した。寛永20年、三代藩主と市常が、金沢城の近くから、移築建立する。都市は徳川幕府により解役されるのを避けるため、徳川家から嫁を迎えるとともに母親を人質に出し、鼻毛を伸ばして、 バカドの様を演じることで幕府を欺き安心させる。一方、多くの武士が帰居できる自衛軍を新築し、その中心に出城の役目を持たせた病立寺を建立する。要塞としての機能を備えた病立寺は、隠し階段、隠し部屋落とし穴見張り台、金沢城へ続く地下通路などが相敵を欺く手術な仕掛けを備える。忍者寺と称されるのは、 同時に忍者がいたからではなく、ガランの複雑な建築構造に由来する。建造は日蓮の法尊、日蔵と伝えられる。戦火を免れた妙立寺は歴代藩主の祈願書として崇拝される。北陸の豪雪に耐え、その独特の建築様式を現在に伝えている。そこから今の人気スポットとなっている。道内は撮影、土足禁止、禁煙で、 建物の複雑さと老朽化から、見学は予約制で案内人同班による団体見学となる。保存ご自費として大人1000円、子供700円が要求される。未就学時は見学不可。また、荷物等が当たって建物を損なうことがあるため、背中側に置く荷物は持ち込めない。境内入り口当時、爆明で3階建て以上の建物は禁止されていた。 ことにより、外観は2階建てだが、内部は4階建て7層になっている。中2階、なかなか2階があり、部屋数は23、階段数は29もある。ありがとうございます。